フリッツ・マウトナーは、オーストリア・ハンガリー帝国領母ヘミア出身の哲学者、評論家、作家。主張に1901年と1902年に出版された言語哲学に関する三部作の言語批判論集がある。マウトナーは、ケーニク・グレーツ近くの町ホルシッツで織物工場を経営するエマヌエルと、その妻アマーリアとの間に、六人の子供の四番目として生まれる。 彼の両親はユダヤ教徒だった。フリッツが6歳の時に家族はプラハに引っ越しをする。マウトナーはプラハで法学を学ぶが途中で止めている。エルンスト・マッハを知ったことがマウトナーの世界観に最も影響を与えたと言われている。マッハは1867年から1875年までプラハで実験物理学を学んでいた。世紀末頃、 マウトナーはマッハに宛てて一通の手紙を書いており、そこでマッハから刺激を受け続けていると述べている。1873年に彼は法律事務所で仕事をする。同じ年に言語批判論の最初の総庫が書かれている。ありがとうございます。